すごい来ました。いやこんな。いいやん。正直。はい。正直に。はい。ちょっとだけ来た。じゃあダメだ。やっぱり。宮迫チームリードのまま、いよいよ最終対決。瞬時に答えろ、両手で算数。答えが2から10になる簡単な計算式が出題され、瞬時に両手を使って回答。答えを間違えたり両手を使わなかった場合はアウトとなる。まずはジュニアさんにデモンストレーションを。私、はい、わかりました。よろしくお願いします。さあ、できるんでしょうか。音の方お願いします。け天才。2足す4は6。2足す1は3。4足す3は7。5引く2は3。9引く1は8。お、ちょっとなんか2、3問って言ってたのに5、6問やらせやん。このゲームでダウンタウン対決が実現。リードしている宮迫チーム、浜田さんから参りましょう。行きましょう。やったー、算数王子。聞いたことないわ。終わらへんのちゃうかないぐらい続けていただきたいと思います。OKOKOK。 さあ、それでは参りましょう。両手で算数、浜田さんの挑戦です。スタート。3、2、1。3足す2は5。2足す1は5ってやったやん言うて6出してるやん。5の声も小さかったで。じゃあ待って、もう一回やらせて。もう一回やらせて。これ何やってんすか。あれ最初ちゃんとこうグーにして、これでちゃんと動きたいね。ちゃんと動かしたいわけ。こうです。こうね、はい、なんでもう一回できんの。特別にあんまりなんで、このまま終わるのはあんまりなんで。それでは参りましょう。両手で算数、浜田さんの挑戦です。3、2、1。4足す1は5。ちょっとお前ら酔ってたかってなんやねん。そうだしたし、ここまで来たらもうダウンタウンの負けやで。使ってください。一回なんかもう俺の負けよ。ダウンタウンの負けじゃないところを見せてください。また別人と言って見てください。スマッと止まんないです。さあ、それでは参りましょう。星野チーム、松本さんの挑戦です。3、2、1。前に。1足す4は4。電気、さっきの電気が来てないすっごい、この蓄電が半端ないね。蓄電が半端ないね。やめてください。ジョークもわからんのか。えそらせやそらせやそらせやるわ。そらせやん。無水でした。無水でした。ジョーク、すまねん、なんや、もう芸人がもう笑い取ることももうあかん時代になってきた。すまねん申し訳ない。あいつ十分そっちはいただきましたんで。もう取れたのね。取れました。笑いの部分はもう取れたのね。いただきました。はい。さあ、松本さんの挑戦です。3、2、1。3足す2は2。無理めっちゃ楽しそうですやん。めっちゃいいの。いや、もうマイクもずっとイチャイチャしてますやん、二人で。イチャイチャ。なんでやねん。ほんまな、尊敬してて損したわ。レクリエーションを終えても、
集大を晒した二人の話題で持ちきり。マジですか、さっきの。あ、ね、ちょっと僕たちはなんかこう心配になっているというか。やってるに決まってるやろ。何年やってる思ってるの。わざとや、わざとや。田中、昴生、遠藤、アウト。松本、アウト。もう絶対今のでわざとちゃう。なんでよ、そこまで2人で声を合わせて大きい声で。それぐらい当たり前のことやからユニゾンにもなるやろ。わせや、難しいんかな、あれ。やってないからどうも分からんけど。じゃあそこで俺と浜田がスラ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 ずっとやれたら使いどころあんの。いや、それはお、さすがダウンタウン、もう脳がビキビキいってるで。そこはもうほんまに言わしてもらうわ、はい、ステージ立った時にもうスタッフがもうただきがもう泣きそうな顔してたもん。あのやってくれと、例のやつをやってくれと。1回ぐらいはまあいいかなと思うけどね、うんうん、なるほど。でも1回目が見事に決まりすぎたんで、2回目から急にできるようになったら1回目の嘘っぽさがバレちゃうよね。これだったらもう最後までもう3回やろうが4回やろうがずっとあれを続けるしかもうないやん。最後まで道化師を演じきるしかないねん。持って生まれたピエロやよってにな。浜田アウト。何言ってるか分かんない。ピエロっていうのを徹してはるのならもうかっこよすぎですわ。じゃあ1回だけマジでやったろうか。1回だけほんまにできるっていうところだけ見たら安心できるんで、はい、あ、それは安心できますよね、はい、うん、いいよ。いいですか、もう笑いなしよ。笑いなしで、はい、で使えへんからね、はい、ここは、はい、はい、いきますよ、うん、ゴータツさんは、うん、8 遅すぎます。浜田、遠藤、昴生、アウト。遅すぎます。遅い遅い遅すぎるわ。ちょっと遅すぎます。遅すぎるわ。六田さんは、全員アウト。え、そんな難しいの。いやいや違う違う違う、今のは今のはほんまにまた出てん。もう分かんやろ、また出るやん。これを続けていったらまたピエロ出るやん。もうそういう勝負なんやもん。しゃあない。午前11時半、開始から3時間半経過。ええか、みんなこのお豆、考古学研究所にはみんなが一生働いても変われへんようなすごい宝物が展示してあんねん。今日は特別に見れるみたいやからちょっと見に行こうか。見たいですね。やっとな、それじゃ。やっとそれらしい。うまやな。こっちや。お、ちょっと楽しそうや。みんなすごいやろ。すごい。あ、心先生じゃないですか。藤原くん、どうしたの、いっぱい引き連れて。みんな紹介するわ、ちょっとここ並んでくれるか。ん、小さい先生が。ほんまや。あの、みんな、この方はお豆考古学研究所の専属メンタルカウンセラーの心先生や。メンタルカウンセラー、はい、もしよかったら、ここでカウンセリングしてあげましょうか。先生、ぜひお願いします。ありがとうございます。みんな、ラッキーやな、これ、うん、先生、ありがとうございます。お宝に、ね、よろしくお願いします。僕がみんなの悩みを晴らしてあげるので何でも聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、はい、今田中ちょっと座って。あ、僕ですか、うん、お前一番悩み多そうなオーラ出てるから。あ、そうですか。すいません、失礼します。あなたの悩みを教えてください。あ、そうですね、最近ちょっとこう太り始めてきていると言いますか。もっと具体的に聞かせてもらえますか。ああ、運動不足なのかな、だから余計体重が
無理しなくていいんです。ただただ可愛いな。田中さんは離婚してメンタルがズタボロになりながらもよく頑張ってるじゃないですか。池の水を抜いてはジップで愛想振りまいて、愛想振りまいては池の水を抜いて、池の水を抜いたと思ったらまたジップで愛想振りまいて、そんなことないんですけどね。そんなパターン化された仕事を無難にこなしてるじゃないですか。楽になっていいんですよ。なんだこれ。ありがとうございます。あ、お、中止の歌。なんなんこれ。不思議な世界よ。ありがとう。全員ありがとう、ね、アウト。ありがとう。何だよ。痛い。ありがとうございます先生。じゃあ浜田。はい。座って見てもらおうか。そうです。怖いよ。すごい怖いですよ。あなたの悩みを教えてください。もうやっぱりあのね、睡眠が取れ、はい、ストップ。浜田さんはちょっとプレッシャーを感じすぎてるんじゃないですか。あ、そうですかね。覚えていますか、あれは23年前、1995年のことです。夏美、夏美。おった。おった。俺変先言わし探しとったんやで、夏美。あの音がしないんで。夏美、曲小室が作ってくれるんやて。わしこれ歌うてええんかな、あかんのんかな。ええの。もう覚えたさかい、夏美お前に聞かしたの。ミュージックスタート。頭にはこう、あ、こうしてこう、こういうことからこうなってこう、こう、こう、こうなってこう、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 へいへいへい、時には起こせよムーブメント。がかさないで、がかさないで、させないんじゃねえ。がかさないで、がかさないで、がかさないで、全然ちゃうわ。任せないでさせないでね。全然ちゃうよ。誰の演出やこれ。やばですよ。痛い。浜田、ストレス解消されてよかったな。いや、されてないやろ。午後0時、お宝を見学できぬまま研修室に戻ると、再びあの VTR が。出演 OK ダービー、続いての紛争は、実家でフラ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 していたら母親にこう言われました。おいハンバーグ、いつまでフラフラしてるんだい、そろそろ仕事に就いたらどうだ。あんたハンバーグだろ。そう、定食にね、ハンバーグ。大声とハイテンションが武器のハンバーグ師匠。このレースに3人の有名人がエントリー。果たして出演を快諾してくれたのは誰なのか。まずはこの方。お願いします。こちらにどうぞ。よろしくお願いします。イメージはないな。立川志らく、師である立川談志をして、志らくは俺の後継者だと言わしめ、今や18人もの弟子を抱える大物落語家に出演交渉。笑ってはいけないシリーズ、ご覧になったこととかってありますか。ありますよ。あの大晦日紅白歌合戦をこう見ながら、興味がない歌手が出てきたらこっちを見るみたいな。もうダウンタウンは私の中ではもう恩人のような立場なんです。あのテレビにこうちょこちょこね、こう出るようになって、もう最初バラエティなんか出たってもう
なんか喋ると炎上したんですよ、生意気だとか上から目線で。それはあのダウンタウンの番組に出たら全部ギャグにして、あの面白くしてくれて、それ以降あの炎上もあまりしなくなったし、もうダウンタウンさまさまですね。月亭方正はいかがですか。落語家の後輩になりましたからね、うん、で最初はヘタレの、あれで限界が来たから落語に逃げた卑怯なやつだと思ってたらば、ものすごく一生懸命やってネタもたくさん覚えてるし、あ本当に落語家になるんだなっていう。だ最近見方はものすごく変わりましたね。もうあの名前が売れてる、それで、キャラも明るいし。浜田アウト。今でも笑うとこちゃいましたね。いやもう写真笑うとこちゃうな、はい、むしろいいこと言っていただいて、絶対笑うとこちゃうな。いやいい写真やなと思って、いい話ですよ。いい話だったよ。その後すぐ写真が出たから、あの写真がちょっとごめんなさい。だ最近見方はものすごく変わりましたね。もうあの名前が売れてる、それで、キャラも明るいし、志がすごく純だから、東京の売れてない新地よりかはずっとあのいいです。きっと本当に10年20年経ったらもう普通に落語家として生きていけるんじゃないですかね。いよいよ本題へ。こちらなんですけれども、あなんかちょこっと見たことがありますね。あのハンバーグ師匠でしょ。そうです、こういうなんか卑怯な芸はあんまり私の中では本ネタで受けずに、その後で言うことで受けてるっていうのは私の中ではちょっと辛いって辛いですね。まあなんとか私どもとしてはこのハンバーグ師匠を志らく師匠にやっていただけるなと思ってます。イメージできるな。確かに。続いて交渉したのはこの方。どうぞこちらに。お忙しいところすみません。木原実。ニュースエブリのお天気コーナーでおなじみの気象予報士、お天気キャスターとして32年、今なお活躍を続ける木原に出演交渉。ダウンタウンのお二人とかって共演されたことありますか。いや一度もないと思います。ココリコのお二人はいかがですか、印象は。ココリコの人ってあの田中さんともう一人の人は誰でしたっけ。浜田方正アウト。ちょっと頑張らなあきませんね。いよいよ本題。ハンバーグ師匠っていうキャラクターなんですけど。ハンバーグ師匠っていう名前でしたっけ。はい、厳しいなとかなっていうようなちょっとね、厳しそうですね。行ってみたい気も実はするんですけどね。そういう捉え方もできる。どうなんやろうな。続いて交渉したのはこの方。お願いします。嘘でしょ。嘘。登坂淳一。アロの愛称で親しまれ NHK の顔として活躍したアナウンサー。今年 NHK を退社しフリーとなって活躍の場を広げる登坂淳一に出演交渉。松本さんとは、あのワイドナショーとかで、あそうです、ね、一緒になってるかと思うんですが、はいはい、隣の席に最初の方から、まあ、座らせていただいたんですけど、いい匂いがしましたどんな匂い。ジンタンジンタンの匂いがしました。いよいよ本題。伊藤田さん、はい、これどういうキャラクターか知ってます。知りません。あのハンバーグ師匠っていうキャラクターなんですけど。何も知らんな。ハンバーグ師匠、はい、とっても有名なあれなんですよ。はい、皆さん知ってるって感じですか。はい、すみません。ではすみません。ダウンタウンさんの前とかでやるんですよね。はいちょっと恥ずかしいですけどね。僕がやれるイメージは全然湧きませんね。あら。果たしてハンバーグ師匠の扮装で出演を快諾してくれたのは誰なのか。浜田さん、お答えください。これはねゼロですね。誰もやらない、うん、初の。そういうこともあるかもしれんよ。なるほど。確かに全くイメージ湧かないですね。
ハンバーグ師匠の扮装で出演を快諾してくれたのは誰なのか。浜田さん、お答えください。これはね、ゼロですね。誰初の。そういうこともあるかもしれんよ。確かにな、全くイメージ湧かないですね。ほんとまさか、まさか、まさかでした。まさかやな。マジかよ。どうしたい、忘れたか。俺だよ、俺シラクバーグだよ。どうした？忘れちまったか。俺だよ、俺。トカカバーグだよ。それでは熱々の鉄板上司の100グラムから。いいね。俺はこの仕事を依頼された時すぐさま断ったよ、うん。だって並びが登坂だからな。なんで落語界のスターがアナウンサー上がりのわけのわからないやつと一緒に並ばなくちゃいけないんだよ。でもなんか下手やな。訳が合うんだよ。やっぱり骨が大事なんだ。シラクバーグ。声出てはりますね。声出てますね。じゃあ続いてトサカバーグが200グラムの熱々の鉄板ジョーク。声はでも出てるな。今年同じ NHK 出身の俺と有働さんが辞めたよな、うんうんうん、あっちはニュースゼロの司会に抜擢されたんだよ。そうや、そうや。俺にも先月日テレからオファーが来たんだよ。どんなニュース番組かと思ったらこんなドバラエティで大声出すだけの芸人のモノマネさせられてよ。よかったね、肉だけにね。トサカバーグ。全然わからない。わからないです。わからないです。わからない。ネタがわからなかった。これはひどいな。してやったりじゃないぞ。トサカバーグさん、どうも。いやいやいや、一番大事なとこ、一番大事なとこで飛んだんですね。飛びましたね。痛い。照れてたしな。いやあれはやばい。あれはもう白子がおれへんかったらやばかった。いやいや、やばかったな、ね、やばかったです。でも一応二人は敵対してる感じやったから。そうですよ、はい、写真で笑って思ったわ。もうなんかラブやってって思った。いや10年ですもんね。10年だからもう本当早くつるっぱけになったらいいのにな。もうその方がもうなんか落語家っぽいわ。まあね、うん、そうなんですよね。もう全然気にしてない。全然気にしてないです。その法政さんは気にしてない。気にしてない。いや田中はかなり頑張ってる。まあそうですね。あの若い時のはやめてよ。ずっとそれはちょいちょいやってんの。なんかちょっと試したことあったんですけどね、リアップみたいな。もうでも今はもう、いや嫁ちゃんやっていいよ、リアップいけんじゃった。いや迷ってるんですよ。え昴生、アウト。気にしてない。めちゃくちゃやん、もう。やってらっしゃるんですか。なんかさっきまでもう早くつるっぱげになりたいって言ったやん。まあ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 、いいんです。もうどうでもいいんですけど、一応まあどんなんかなと思ってね。どれぐらいやってんの。何ヶ月何年とか。いやもうそんな全然ですよ。1年ぐらい。でも、もう嫁が買ってくるから、しゃあなしにみたいなとこあるじゃん。使うのが怒るねん。使うのが怒るんですよ、嫁が。ちゃんとせっかく買ってきたのにって。もうその揉めんの嫌やし。そして、またしても。出演 OK ダービー特別編。今回は番組側が出演交渉するのではなく、
笑ってはいけないに出演を熱望するある人物からの逆オファーが舞い込んだ、果たしてその人物とは。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジ乙武洋忠。1998年自身の半生を綴ったエッセイ五体不満足が累計およそ600万部の大ベストセラーを記録。コメンテーター、スポーツライター、教育者と様々な顔を持つ乙武が出演を熱望しているという。死刑馬が決まってるじゃないですか。でその手も見てても、あ、自分だったらとか結構考えちゃうんですよね。であの空港編とかで例えばのターンテーブルで荷物がこう出てくるやつでぐーっと無表情の僕が回って出てきたら面白いなとかそういうの結構いつも考えちゃうんですよね。マジで。さんっていうとあのワイドナショーとかご協力されてると思うんです。そうですね、テレ朝さんというかカメラが回ってないところではすごく気を使われる方ですし、あ、社員の自分があるなっていうのは、ね、感じますね。でも浜田さん、浜田さん逆にガンガンとついてくださってやっぱそれも勇気がいると思うんですよ、ね、やっぱこんな時代ですから。そういう中で全く分け隔てなく芝居てくださるんで、それはそれでありがたかったなと思いますね。それでは本題、乙武はどんな紛争で出演を望んでいるのか。こちらなんです。何、ネタで持ち込みは持ち込み勝負ができたらとちょっと思ってることが一個あって、例えばね、トレンディエンジェルの斎藤さんが一応ね、髪の毛が薄いことをネタにしたりとか、ドクセルブレイクさんがその体型をネタにしたりっていうことがあっても、障害のある人がそれをなんかネタにするとどうしても不謹慎だとかって言われちゃうじゃないですか。それは逆にまだまだなんかこう越えなきゃいけない壁があるなと思っていて、それをお願いできるとしたらこの番組しかないかなと。果たして乙武が熱望する紛争とは一体何なのか。松本さん、5秒以内にお答えください。乙武さんがどういう紛争するか。西郷隆盛、わからん。果たして正解はこの後登場。ハードルがめちゃくちゃ上がってないか。上がってる。なんか音します。やったやん。めっちゃ笑ってるやん。満面の笑みですよ。すごいなあ。まさかやの。当てたらおかしいっしょ。いや、そうですよ。いや、そうですよ。何しろ笑ってるんですか。本当に楽しいですね。いや、もう持ち込みですもんね。あ、松本アウト。泣くせえやん、この人。めっちゃ嬉しそうなんです。お前ら、めっちゃ